もう先日ぐらいヒットを論述して、で私が自分でそのアプリアプリで遊んで、あ遊んでじゃあ実演がよなんで先生なんで私はこんな感じで気になります。3つレベルありますよね、あの漢字レベルで一番難しいの漢字チェンジ、私はゼロです。ゼロあー罰私にとって、私もその漢字もともと勉強した方がと思う。で、私も生徒たちも一緒にそのアプリで勉強したいです。生徒たちは必ず手でひらがなとかカタカナは書かなければならませんから。ひらがな、カタカナ、ヒントは遊ぶ以外だけです。でも読むだけですから、漢字ヒント、紹介、この港とヒント。マイクお願いします。マイク。すいません、カラオケ慣れませんが。この港とヒントは私には新しいアプリですから、で、考えたら今のシチュエーションという機会とこのアプリが合っています。生徒たちにも役に立つと思います。でモバイルレジェンドゲームね。朝から夕方まで生徒たちはその携帯電話持たないで、夕方先生もう5時になりましたから携帯電話取ってもいいですか。はい。あ、待ちゲームです。だから多分今度から5時から夜の勉強7時から8時からそのゲーム。私の LPK で朝から昼まで、皆の日本語で勉強して、1時から3時までは自由。なんか、先生が何を教えたいことを自由に。会話とか感じとかで、いつか、例えば月曜日。もちろん役に立つと思いますけれども、私たちにもね、時々知らない感じが。